静かに広がる海の中、地表が氷に覆われ、人類最後の生き残りとなった主人公は海中で日々を過ごしていた。しかし住処に侵食する氷の魔の手、主人公は海の奥深くへと移動を余儀なくされる。その先で見たこともない海洋生物や海に沈んだ文明の遺物を目の当たりにする。新たに入手した武器で地形を崩して進んだり、採掘した資源を使って潜水スーツの耐圧性を高め、さらなる深海へと行動範囲を広げていく。深海の果てに待ち受ける真実とは。新世界 Into the Depths は本日より配信開始。